お元気ですか、ボクシミです。今回は 2024BBM ベースボールカードファーストバージョンの開封動画でございます。こちらは1パック10枚入りで1ボックス20パック入りでございますので、前編後編10パックずつやっていきたいと思います。皆様ね、お待たせいたしましたね。また開封動画が、できます、ね、早速、前編の10パックやっていきたいと思います。はい、それでは10パックやっていきたいと思います。で、チェックリストはですね、こちらでございますね。ちょっとね、細い字で書いておりますが、この辺はご了承ください。それでは、やっていきたいと思います。まずはね、前編の、1パック目でございます。千葉ロッテの安田尚憲、内野手でございます。楽天の、ポンセ投手でございます。元、ね、日本ハムファイターズでございます。でソフトバンクの、これは山川穂高、内野手でございます。西武から、ね、FA で、加入いたしました、はい。オリックスの、横山誠也、内野手でございます。で阪神の下村海斗、投手でございます。でソフトバンクのこちらは、前田悠伍投手のねキラカードでございます。で読売ジャイアンツの山崎、これは伊織選手でございます。でこちらね、阪神タイガースのチェックリストでございます。これキャンプ地でしょうかね。で、中日のですね、こちらは、ビシエド、内野手でございます。で、こちらですね、ヤクルトスワローズの長岡秀樹、内野手の、これクロスカードでございますけどね。これはクロス、ちょっと英語わかりませんので、ごめんなさい。ね、はい、さあ、袋目でございます。これは、北海道日本ハムの松本剛、外野手でございます。埼玉西武ライオンズのヘスス・アギラー、内野手でございます。千葉ロッテのジミー・コルデ、ごめんなさい、コルデロ、投手でございます。でヤクルトスワローズの伊藤優衣、内野手でございます。これは楽天の小矢達樹投手でございます。で、こちら、楽天イーグルスの小矢達樹投手のね、これねカードでございます。ちょっとね、斜めになってるわけはですね、私の顔が映ってしまう恐れがありますね。その辺はご了承ください。で、横浜の東和樹、これ、横浜の東克樹投手でございます。で失礼いたしました。阪神の森下翔太、外野手の、これクロスカードでございます。ヤクルトの川端慎吾、内野手でございます。横浜の、大和、内野手でございます。3袋目でございます。はい、ちょっと待ってくださいね。ソフトバンクの、栗原、良也、
内野手でございます。楽天イーグルスの、これは、渡辺翔太投手でございます。千葉ロッテの中村翔吾、内野手でございます。ソフトバンクの大山亮投手でございます。ソフトバンクの、ね、大山投手でございます。で広島の常廣隼人投手のねカードでございます。で日本ハムのね野村勇希内野手のキラ模様でございます。で広島の丸義弘外野手のこれカードでございますが、これちょっとね限定ものかな、ね、後で調べたいと思います。横浜の牧秀悟内野手でございます。でクロスでございます。で広島の秋山翔吾外野手でございます。で阪神の大竹耕太郎投手でございます。4袋目でございます。ソフトバンクの三森正樹内野手でございます。楽天イーグルスのこれニック・ターリー投手でございます。でオリックス・バファローズですね、宮城広也投手の、ね、カードでございます。で広島の中田悠斗内野手でございます。ソフトバンクの前田悠吾投手でございます。で、阪神の才木浩人投手の、白菜カードでございます。こちらは、銀かな、銀の、ね、白菜カードが出ました。でソフトバンクの岩井俊介投手のキラでございます。中日の涌井秀明投手でございます。巨人の高梨雄平投手でございます。で広島の新井貴浩監督でございます。5袋目でございます。西武の栗山匠外野手でございます。オリックスのこれは中島聡監督でございます。で千葉ロッテマリーンズのこれはチェックリストでございます。キャンプがね終わったシーンかのとシーンと思います。ソフトバンクの牧原大成内野手でございます。楽天の中島大輔外野手でございます。横浜の渡来勇気外野手でございます。で中日の細川誠也外野手のこれキラでございます。広島の島内藤太郎投手でございます。で阪神の伊藤将司投手でございます。中日の高橋宏斗投手でございます。6袋目でございます。で楽天の、村林一樹、投手でございます。内野手でございます。失礼いたしました。千葉ロッテの友杉敦樹内野手でございます。でオリックスの、これは若月健也捕手でございます。北海道日本ハムの根本遥投手でございます。
で阪神の山田修也内野手でございます。で日本ハムの細野晴希投手でございます。で阪神の山田修也内野手の平でございます。で阪神の才木浩人投手でございます。こちらはねノーマルでございます。広島の栗林良治投手でございます。で中日の大島洋平外野手でございます。7袋目でございます。西武の松田達志投手でございます。千葉ロッテの佐藤俊也捕手でございます。で楽天の田中将大投手でございます。で北海道日本ハムの清宮幸太郎内野手の、クロスカードでございます。中日の加藤優真投手でございます。で、西武ライオンズの竹内夏希投手のこちらちょっとね、柄が違います。こちらがですね、300枚限定のシリでございます。で続けていきたいと思います。ヤクルトの、田口和人投手のこれはキラーでございます。で横浜の宮崎敏郎内野手でございます。で巨人の坂本勇人内野手のクロスカードでございます。で阪神の岡田彰布監督でございます。8袋目でございます。西武の古賀優斗捕手でございます。オリックスの、山下俊平太投手のこれクロスカードでございます。オリックスの宮城大弥投手でございます。で西武の上田大河投手でございます。で広島の常廣隼人投手でございます。でカープですね、栗アレン投手のね、これ銀箔のねサインカード付きでございます。はい、続けていきたいと思います。楽天の内星龍投手でございます。横浜の佐々木千早投手でございます。ロッテからですね、現役ドラフトで移籍した選手でございます。ヤクルトの村上宗隆内野手でございます。で阪神の西勇輝投手でございます。9袋目でございます。オリックスバファローズの、杉本裕太郎外野手でございます。日本ハムのパトリック・マーフィー投手でございます。でソフトバンクの小久保裕紀監督でございます。西武の、成田ハルセ投手でございます。でオリックスの、トーマツ海星投手のこちら青白の、ね、サインカードでございます。こちらがですね、75シリでございます。はい、で続けていきたいと思います。オリックスのトーマツ海星投手のこちらはねキラカードでございます。は
はい、ヤクルトの山田哲人内野手でございます。横浜の東克樹投手でございます。で、巨人の戸郷翔征投手でございます。で、巨人の岡本和真内野手の、これはクロスカードでございます。で、前編最後の10袋目でございます。千葉ロッテのこれ愛と外野手でございます。ロッテから現役ドラフトで移籍した選手でございます。ソフトバンクの周東右京内野手でございます。オリックスの山崎総一郎投手でございます。中日の羽生翔太投手でございます。で、楽天のこちら庄司恒成投手でございます。こちらもね、限定かもしれませんね、これね。横浜の佐野啓太外野手のキラーでございます。中日のこれは立浪和義監督でございます。横浜の大貫慎一投手でございます。で、広島の田中康介内野手でございます。で、最後は、これは中日ドラゴンズの細川誠也外野手のクロスカードとなっております。中日ドラゴンズの細川、外野手でございます。はい、以上で、2024BBM ベースボールカードファーストバージョン開封動画前編の10パック終わりたいと思います。後ほどね、後編の10パックも開封していきますのでね、もし興味のある方はぜひ見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。